ますけれども、じゃあ最初に皆さんにちょっと質問ですね。ちょっと刺したりはしませんので、ちょっと頭の中に、考えてみていただきたいと思います。レジャーという言葉、皆さんもね聞いたことくらいはあると思います。しかし皆さんにとってレジャーって何でしょうか。レジャーと聞いてね、思い浮かべるものって一体何でしょうか。さあちょっとね皆さん頭の中にちょっと考えてみていただきたいと思います。レジャーと聞いてね、皆さん何が思い浮かべますか。ね、まあ、夏休みにね、入りましたので、皆さんもね、レジャーっていう言葉、ね、いろんな場所で耳にする機会がね、多いかと思いますけれども、皆さんにとってレジャーってどんなイメージですか。まあ、例えばこんな感じでね、山でキャンプをする、こういったイメージを持ったという人もね、いるかもしれませんね。海へ行ってね、このスキューバダイビングですかね、そんな感じでね、泳ぎに行く、こんな風に思っている人もいるかもしれません。ちょっとねこれは冬のシーズンになりますけれども、冬のねスキー場でこんな感じでね、お友達と一緒にスキーをする、これがレジャーだというふうにイメージする皆さんもいるかもしれませんが、レジャーというのをですね少し、辞書で調べてみました。辞書ね、日本のね広辞苑によると、レジャーというのは、まあ、余暇ね、特に余暇を利用して、する遊び、娯楽のことなんだよというふうに書いてあります。一方で英語の辞書、英語の辞典では職業あるいはお仕事からの自由、無駄な時間というふうに書かれていますね。つまり、はい、ここで、分かることは、英語ではどちらかというとこの時間という意味合い、これについてレジャーというふうに使っていることが多いんだよ。一方で日本語ではどちらかというと具体的な行動ですね、遊びとか娯楽というふうに書いてありますから、行動の意味合いが強いというふうに言われていますね。まあ、皆さんもねさっきレジャーとは何ぞやっていうふうにね考えていただいたときに、具体的にキャンプとかねスキーとかね思い浮かべていただいた人の方が多いかと思いますが、それはまさに日本人の発想、英語ではどちらかというと時間の意味合いが強いんだよ。これがねまずレジャーとは何ぞやというね、定義の部分ですね。実は、はい、この学問の分野ではですね、余暇社会学、余暇学という学問の領域があります。まさにレジャーを学問するという領域があって、そこのね有名な学者であるリマズディエという人がいるんですが、まあ、レジャーとはうんぬんかんぬん、いろいろ書いてあるわけですけれども、リマズディエが言っているレジャーの3つのポイントというのは、休息、そして気晴らし、あと自己開発という3つだというふうに言っていますね。まあ、休息、なんとなく分かりますね。まあ、仕事からね、疲れた体を癒す休息ですね。と同時にこう、ね、日本人的にはこう気晴らし、何かね、キャンプ行ったり、海に行ったりすることで気持ちを晴らしましょう、ね、ポイントとして分かります。そしてなかなか馴染みがないけれども、自己開発ですね。皆さんももしかすると、何かね、まあ、リーフとは関係ないけれども何か休みの時間を使ってお勉強したりとか、あるいはね、今だと例えばボランティア活動をしたりとか、そういうふうにレジャーを活用している皆さんもいるかもしれません。それもまとめて自己開発というふうに定義しました。学問分野でもなので、レジャーというのは一つの領域としてしっかりと確立されているということなんですね。さあそれではですね、ちょっと皆さんに早速、ちょっと質問をしていきたいと思います。じゃあちょっと2枚目にありますテキストのマーク1というところを見ていただきたいと思うんですけれども、さあ先ほどからね、レジャーとは何ぞや、レジャーの定義ってこういうことなんだよなんていう話をさせていただきましたけれども、じゃあそもそもこのレジャーという考え方はですね、どのくらい昔からあるものなんでしょうかというのをですね、ちょっと皆さんに4択でクイズにしていきたいと思います。レジャーですね、先ほど気晴らしとか休息とかね、自己開発みたいなことをお話ししていきましたけれども、どのくらい昔からあるんでしょうか。1番目がルネサンス期です
ですね、13世紀ちょうど、欧米の方でね、あの芸術活動とかそういったものが盛んになってきた話ですよね。皆さんも世界史の授業で、ね、勉強したかと思います。でも2つ目、宗教改革、これが大体16世紀ですよね。3つ目がイギリスの産業革命、大体これが18世紀後半と言われてますけれども、はい、そして、4つ目が第二次世界大戦から、ね、ちょうど20世紀前半からですね、1番から4番、ルネサンス期なのか宗教改革なのか、イギリス産業革命、第二次世界大戦から、さあどのくらい昔からあるでしょうか。じゃあちょっと、30秒くらいから時間を取りたいと思いますので、誰か一つ見てください。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと皆さんに聞いてみたいと思います。ルネサンス期13世紀くらいからあるんじゃないかなと思う人、手を挙げてください。お、なるほど。お、ちょっとずつ上がってください。 ありがとうございます。あ、3人4人くらいですね。ありがとうございます。大体宗教革命、16世紀くらいからある言葉なんじゃないかなと、皆さん挙手をお願いします。どうぞ。あ、こちらも結構いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。イギリスの産業革命、18世紀後半くらいからじゃないかなと思う人、あ、なるほど、これも4人くらいですね。ありがとうございます。第二次世界大戦からだよ、結構最近だよと思う人、あ、これは0人ということですね。ありがとうございます。なんかね、1番から3番のあたりでね、うまくばらけた感がありますけれどもね、ありがとうございます。答えを言います。答えは、はい、イギリスの産業革命、18世紀後半からというふうに言われていますね。正解だった皆さん、おめでとうございました。パチパチパチ、なんかあるわけじゃないんですけれども、すいません。ということが ありますね。まあ、意外と結構最近なんだなと思う皆さんももしかしたらいるかもしれませんが、じゃあなぜイギリスの産業革命がきっかけでレジャーという考え方が広がっていったのかですね。はい、イギリスの産業革命とは一体何なのかというところから少しお話をしていきたいと思います。イギリスの産業革命、もうね、皆さんも世界史でしっかりと勉強しているからそんなの知ってるよと思う皆さんもいるかと思いますが、まあ、これはまさに18世紀後半にイギリスから始まった、まあ、技術が革新していくことによって、まあ、産業とか経済とか社会のありようが、まあ、だいぶ変化が起こったということなんですね。で、特にこの機械というものが、まあ、導入されることによって、産業が様々に変化していった。ものを作るのにね、これまで手作業でものを作ってこなければならなかったものが、機械というものが、登場することによって、様々なことが変わってきた。それは社会システムにも、まあ、変化をもたらしたということなんですね。で、社会システムが、まあ、変化を起こったということによって、もともと手作業でやっていたことが機械が導入されることによって非常に仕事は効率化されますよね。効率化されることによって労働する時間と労働しなくてもいい時間が明確な区分ができるようになったというふうに言われています。なので、まあ、そういうこともあって、この時間からこの時間までは労働しましょうということ、そしてここからここまでは労働しなくてもいいよというのが、まあ、これまで非常にぼやっとしていた部分がはっきりとなってきたのが、このイギリス産業革命がきっかけだというふうに言われています。そして、イギリス政府はこの時間をなるべく、労働時間はここまでですよということを国でしっかりと法律として規定をするんですね。それが、まあ、労働法ですね。まあ、その当時では工場法と呼ばれていましたけれども、法という法律がイギリスで制定されて、1日10時間の労働というものが、まあ、推奨されます。まあ、今ね、日本では1日の労働時間が7時間というふうに決められてますから、それから比べるとね、まあ、ちょっと多いなというふうに思われるかもしれませんけれども、その当時からしてみるとね、労働時間10時間ということを決めた、これは非常に画期的なことだったわけですね。で、まあ、労働時間が今後10時間だよというふうに決められたわけなので、それ以外の時間をじゃあどういうふうに使っていけばいいのかということが今度は課題になってきたんですね。まさにその仕事以外、労働以外の余暇の時間の使い方についていろいろと考え議論がなされてきた。そして公共の遊歩道だったりとか公園だったりとかクラブハウス、そういったものが、まあ、余暇を使って、少しね気晴らしになったりとか休息をするような場所が国内に積極的に作られるようになった。こういったことが、まあ、レジャー、余暇というものが、まあ、考え方が生まれてきた背景にはあります。
なので、まあもう一回、言いますけれども、まあ、労働時間の改善とこの余暇環境の整備、こういったものが、まあ、きっかけになって、まあ、これまでね本当に特権階級ですねだったのみに許されていたようなそのレジャーの時間、余暇の時間というものが誰でもが手に入るような時代になってきた。それがイギリスの産業革命、労働時間が変わってくることによって、まあ、レジャーというものが手に入るようになったということで、まあ、レジャーの価値が見出され始めて、そしてそれが現在にもつながっているレジャーの、まあ、歴史につながってきているんだよということがレジャーの概念の起こりとしてはあります。はい、さあちょっとね難しいお話になって、しまいましたけれども、まあ、こういったレジャーというのはこういった背景があるんだよということがねありますね。さあそれでは、ちょっとガラッとまた雰囲気を変えまして、じゃあそんな背景で生まれてきたレジャーですけれども、現代につながっているレジャー、じゃあ国内のいわゆるレジャーの人気トップ5って一体何でしょうかということをですね、ワークの2でちょっとやっていきたいと、こういうふうに思っています。選択肢がいくつかありますね。国内観光旅行、映画、外食、ウォーキング、動物園、ドライブ、うんたらかんたらとありますけれども、ちょっと2分程度今から時間を計っていきたいと思いますので、国内の人気レジャートップ5を皆さんちょっと考えてみて、書いてみてください。ありがとうございました。それではですね、今から答えを発表していきたいと思います。国内の人気レジャーのトップ5は、こちらになります。はい、ということで、社団法人日本生産性本部というですね、社団法人が毎年レジャー白書というですね、まあ、レジャーに関する、調査書をまとめているんですが、そちらによる続きの調査による結果になります。1番が国内の観光旅行ですね、これが5400万人というふうに言われていますね。そして2つ目が外食ですね、まあ、これは日常的に行くものではなくて、もうレジャーとしてですね、行く外食が5000万人、そして次が読書、ドライブ、ウィンドウショッピングというような、流れになっています。大体でもですね、これ今年、この2015年が特殊なわけではなくて、ここ数年大体この並び順だというふうに言われていますね。なので、まあ、この大体不動の、トップ5と言っても過言ではないんですけれども、国内旅行、外食、読書、ドライブ、ウィンドウショッピング、こういったものが、まあ、日本人の中では特にレジャーとして楽しまれているということですね。まあ、やっぱりよくよく見てみると、はい、やっぱり日本人なので、読書みたいなね、こうインドアなレジャーの楽しみ方よりやっぱり外に出てね、積極的に遊びに行くというようなレジャーの楽しみ方をしている人の方が多いというのがね、こういった調査からも見えてくるのかなというふうに思いました。ちょっと聞いてみたいと思います。全部合ってたよという皆さん、全部合ってたよ、あ、さすがに声見えた、4つくらいは合ってたよ、4つ、お、あ、意外と難しい問題だったですかね。3つは合ってたよ、お、あ、3つ、あ、お一人3つ合っていたということですね。ありがとうございます。ということでね、まあ、皆さんもぜひね、まあ、私が思うトップ5とね、まあ、実際のトップ5違うかとは思うんですけれども、ちょっとねぜひ、あ、こんなトップ5なんだな、声を書いていただければと思います。さあ、そんな余暇の、まあ、余暇市場ではあるんですけれども、まあ、今大体日本の消費というものはですね、20年間で低迷をし続けているというふうに言われています。まあ、そういったことによって、まあ、一時期はね、まあ、バブルの時期なんかはやっぱり高級高額路線の、まあ、レジャーというものが、まあ、一番盛り上がっていた時代もあったんですけれども、まあ、今はですね、どちらかというとそういったものは縮小傾向にある。むしろ生活行動というのはこの安近短志向が強まり続けているというふうに言われています。で、安近短地方志向というのは一体何なのかというと、まあ、費用が安くて、まあ、距離が近くて、まあ、日程が短い、こういった、まあ、レジャーが、まあ、ここ20年の間まあ、施行されているというふうに言われています。まあ、例えば、まあ、旅行なんかも、まあ、これまでは、まあ、海外旅行に、ね、行くようなレジャーが、まあ、主流だったものから、
はい、どちらかというと国内に旅行するようなことが増えてきているというふうに言われています。でやっぱり国内のレジャーが盛んになってきているということもあって、今やっぱり遊園地とか、まあ、テーマパークといったものが、まあ、非常に入場者数が増えてきつつあります。これは経産省が出している統計の調査によると、もう2010年、11年、12、13、14ともうどんどん右肩上がりに増えてきているのがわかるかと思います。消費が冷え込んでいて、あまり海外、外に出ていく人が少なくなる一方で、やっぱり国内に、まあ、レジャーの方向が、思考が向いている、その中でやはりこう国内のテーマパーク、遊園地に対しての、まあ、入場者数、そういった需要が非常に増えているというのが、まあ、こういった調査からも見えてきています。さあそれでは、皆さんにももう一つ、今日はねちょっとワークが多くて大変恐縮なんですが、世界のテーマパーク遊園地入場者トップ5というものが、出ています。この世界のテーマパークや入場者、遊園地への入場者トップ5をこちらの選択肢から選んでみていただきたいなというふうに思っております。世界の遊園地テーマパークトップ5はこちらになります。はい、ということでね、見ていただいても分かる通り、1番がディズニーのマジックキングダム、アメリカにあります、ディズニーの、まあ、施設ですね。続きまして、2番目がアメリカのディズニーランドですね。そして3番目が、まあ、我らが、東京ディズニーランドが3番目につけています。そして4番目が、ユニバーサルスタジオジャパンですね。5番目が東京ディズニーシーということで、なんとトップ5のトップ5に、はい、3つも日本の、テーマパークが入ってきているんですね。これはやっぱりどれくらい、まあ、日本人がテーマパークあるいは遊園地というものが好きなのか、まあね、国内にどうしても海外に、ね、あまり行くということがどうしても、まあ、経済的に厳しい社会になっている一方で、やっぱり国内の、ね、そういったレジャーが、まあ、盛り上がっている背景にはやっぱりこういった、ね、まあ、遊園地テーマパークこういったものの、まあ、発展が非常に寄与しているのが、ね、こういったデータが分かるかなというふうに思います。さあちょっと皆さんに聞いてみましょう。トップ5全部合ってたよという皆さん、あ、これはさすがにないですね。トップ、あ、これね、4つくらいは合ってたよ。あ、4つ合ってた。あ、素晴らしいですね。あ、おめでとうございます。結構テーマパーク好きですか？ディズニーとか行っておきます？あ、まあ行かないです。遊園地は結構行く。あ、言った。まあでも、でも好き。ありがとうございます。ね、はい、でもう一つ僕ね、よくよく見ていたら気がつきました。はい、めちゃめちゃディズニー系列の施設が多いんですね。トップ10の間になんと7つもディズニー関連の施設があるということなんですね。これはすごいこと。やはりテーマパークとして世界中に支持されているというのがやっぱりディズニーランドの、なんだなというところですけれども、はい、そもそもじゃあテーマパークって一体何なのかということなんですが、まあ、経済産業省の定義でもね、まあ、さまざまな定義が書かれているんですけれども、やはり一番重要なことはこのテーマに関係するやっぱりレジャー空間を提供している、これがねやっぱり重要なことなのかなというふうに思います。ではちょっとねディズニーのテーマって一体何なのかということをですね、ちょっともう残り短いところではあるんですけれども、少し、映像を見ながらちょっとね皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っています。ちょっとこれからですね3つのディズニーのアニメーションをちょっと見ていただきたいと思っていますので、ちょっとポイントを注意して見ていただきたいんですが、まず最初バンビの映像なんですが、
このお母さんとお別れをしてしまう、まあ、お母さんが亡くなってしまうシーンなんですけれども、この別れの部分をどのように演出していたのか、ここをちょっと注目してみていただきたいと思っています。でもう一つ、この白雪姫なんですが、実は実際の白雪姫の映画では使われなかったシーンをちょっと皆さんにはご覧いただきたいと思います。なぜこの、シーンが使われなかったのか、ちょっとこれを視点でちょっと見ていただきたい。そして最後にリトルマーメイドの映像なんですが、まあ、リトルマーメイドは人魚姫伝説ってやっぱり最後悲劇で終わってしまいますね。泡になって、人魚姫が泡になって終わってしまうんですが、じゃあなぜ泡にならなかったのか、ここをちょっとね意識して見ていただきたいというふうに思っています。さて、それではですね、ちょっと最初にバンビーの映像からちょこっとだけ。バンビー、バンビー、come here。New spring grass. ということでね、すいません、ちょっと時間が来てしまいましたので、ちょっとね本当は皆さんにどういった共通点があるのかということをですね、ちょっと考えていただきたかったんですけれども、ちょっと時間の関係でここは割愛させていただいて、答えではないんですけれどもね、こういった考え方、こういったテーマでディズニーはあるんだよということをちょっと解説だけさせていただきたいと思います。まあ、やっぱり
ディズニーというのはですね、まあ、おとぎ話を勝手に作り変えたという批判があります。皆さんも先ほどね申し上げた通り、例えば人魚姫、も実は泡になって死んでしまうというのが、まあ、当初のストーリーなんだけれども、リトルマーメイド、まあ、人魚姫伝説をディズニー映画にした時はああいったハッピーエンドにするようになった。つまりボルトは、まあ、グロテスクな表現をなるべく避けた、そして子どもの教育上良くないような下品なことも嫌いだったというふうに、まあ、言っています。つまり先ほど白雪姫での先ほどの映像を使わなかったというのも、やっぱりスープをねあんなに汚くすすって食べるということをやっぱりボルトはすごく、まあ、嫌ったわけですよね。だし、あとやっぱりバンビのお母さんが亡くなってしまうシーンも音によって表現することによってなるべく残酷な部分をなるべく排除しちゃう、まあ、まさに、大人も子供もそういった形で安心して楽しめるような、まあ、映画作りをボルトは考えていたという中で、やっぱりディズニーランドも同じように、まあ、大人も子供も安心して楽しめるような作り、これがまさにディズニーランドの、まあ、レジャーランドとして空間を提供する、まあ、思想の根底にあるテーマでありコンセプトだというふうに言われています。じゃあ具体的にどのようにディズニーランドの中でですね、その大人も子どもも安心して楽しめるような仕掛け作り、仕組み作りをしているのかということについては、はい、大学の講義で実際にやっておりますので、よろしければぜひ大学に来ていただいて、ディズニーの作り方ぜひね学んでいただければなというふうに思っております。はい、ということで、すいません、若干時間が延びてしまいましたけれども、ちょっとね、ご紹介したいちょっとイベント学科の、はい、はい、サクサクっときて、はい、はい、今日はですね、イベントプロデュース学科のブースがですね、その目の前にあります教室で行っております。この3人が中心になってイベントプロデュース学科のご紹介をさせていただきますので、ぜひ授業、このね、模擬授業が終わった後でも、またね、この後経営学科の模擬授業が行われますけれども、その後でも構いません。今日、オープンキャンパスの時間中、ずっと開いておりますので、ぜひ、遊びに来ていただければと思います。実際にイベント学科どうなのっていうことをですね、教員じゃなく、やっぱり学生目線のね、声が、聞けるかと思いますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします。